きじゃないけど、1時間前くらいに帰ってきて、そう、こんな時間になりました。明日は葵ちゃんの生誕祭ですね。まあ、ドライヤー配信はありません。ご飯は食べました。お昼過ぎに駅で道にいた人見ました。私だ多分。そう私ですわ多分。3時ぐらい、一人の時かな。前はあの時前はちゃんとも駅で会ったし、福ちゃんとも駅で会いました。あの福ちゃんのストーリーに載ってた。そうたまたま会った福ちゃんとは。パルコ前は最近行ってないの？ジャブイのザラね、一人だった。あ、本当？博多に行ったんですけど、お仕事でね、ちゃんと感染対策はしましたよ。手も洗ったし。そうだから早めにお風呂入ったんですけど、そのために配信がちょっとね遅れてしもうたんですけど、あの そのラーメン屋さんでね、ディアジェイが流れて、私たちやってたやん、スタジオやってたやんみたいな言って、でその後夢へのルート流れて、もしや48グループってバレてるって。それまでは全然ね48じゃなかったんですよ、多分有線なのかな。でその後駅でそうちょっとね時間があってうろうろしてたら、うろうろっていうか、そうでもお店もしてなかったから普通にいたら、応援してます頑張ってくださいってミスドの店員さんが言ってくださって、びっくりよね、びっくりしました。でもなんかそんなに聞き取れなくて、私あんまり近くにいなかったんですけど、こうやってやってくださって、でもなんかそうめっちゃニコニコで言って、なんかそういう感じのことを言ってくださってたのは分かったんですよ。びっくりしましたね。私だけじゃなかったんですけどね、メンバーは。そうだから分かったんだと思うけど、びっくり。マスクしててもバレましたね。バレたっていうか、まあね、女の子何人もいるから
HKT と思われてた説あるかな。それもそれで嬉しいですね。ここで言ったらミスドの人ですって言うコメントが来るかなって思って。嬉しさと恥ずかしさナンパ、いや、やってることによって違いますね。ああ、なんかドーナツ5個ぐらい買っとったら恥ずかしさが増えるけど、全然普通にドーナツは買ってなかったんで恥ずかしさは 0% でしたね。ミスター頭に専用ものを一気に買いたくなる。わかるよ。フリースタイルラップやってたら何パー、いやいやいや500ぐらいやろ。ウッドワンの CM 出てるの最近しました。そうなんですよ、実はね。そうなの、よくお気づきで。めっちゃさ、おげすい話になっちゃうかも知らないんですけど、皆さん見ました？1月の。いや別に ショールームキャンペーン飲みました。すごくない？いやすごい。なんかさ、あのあれですよ、これ達成したいっていう話じゃなくて、まあね、出てきたらすごいけど、まあね、50万ポイントはもうさ、そんなね、9日間でいやーって思ってるから、しかもね、皆さんに50万ポイントいただいてね、結局コスメは行かなかったです。まあそんなね、あれですもんね、欲しいって言ってなかったから。そう、でもそう、またある21日から始まるんですけど、そう、マハちゃんと見ててね、びっくりしたんですよ。あの50万ポイント20、30、50であるんですよ今回ね。すごいんですよ、ちょっと見てほしい。クーカちゃんがサンローランの何かもらってたのはキャンペーンのやつ。クーカちゃんのやつは50万いってた。ん？ 50 万でしたっけ？ 30、50、80でしたっけ、あれ。そう、見てみてください。そうそうそう、なんと今見れないか。パナソニックスチーマーナノケアとダイソンヘアドライヤーとリファのシャワーヘッドが50万なんですよ。そう、クーカちゃんは達成してた、私は達成しなかったでもそうそうそう、無謀な夢だっていう話をしてたからね。やばね、ポイントの割にそんな線やそれ前も話しましたよね。
どこってなってる。いやこれでどこってなるのはやばい。それダメよ。これはもう女子はねえ、女子はひえーってなるやつですよね。やばーって言ったもん今女の子が。一般ユーザーには未発表。あ、そうなの。あ、言っちゃった。いやでも別にね、違うんですよ。そうそうそう。本当にいつ発表されるの。でも21からですよ。もう発表されてるでしょ。発表されてなかったら黙っといて。すごくない。あ、すごくすごいのかは分かんないんですよね。もうポイント的に分かんないけど、アプリには全く書いてない。あ、そうなの。言っちゃった。ウケる。知らんもんそんな。だって言わないよって書いてなかった。私が見てた頃には書いてなかったから。最初はぐらいしょうがない。だって言わないでくださいって書いてないの。そうそうそう。ねでもいつも。いつもっていうか、なんて言ったらいいのかな。すごい商品だなっていう話なだけでした。だって今寝れば明日になるんですよ。21がもう出とると思うやん。はい、それでは壇上読みましょうかね。皆さん知らん知らん。はい。13位オフさん、12位ホジさん、11位ギルスさん、10位ホアンさん、9位エムケンさん、8位長谷川さん、7位キョンシーさん、6位ライザンさん、5位ブルーさん、4位キミさん、3位中原さん、2位高優さん、そして1位はドルルルンジちゃん、坪井祐介さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルンジちゃん、さやちゃんでした。ありがとう。明日はあれだからね、待ってますね、公演見てね、配信も。やっぱ言わないでって書いてないもん。私のせいじゃない。またね、バイバーイ。